皆さんこんにちは、フォアモスマルコ PR 担当のコティです。この度なんと小柄インフルエンサー田中明子さんがプロデュースするアンリアンとフォアモスマルコのコラボブーツが発売されることとなりました。アンリアンさんとのコラボは初となるんですが、以前田中明子さん個人の方とコラボブーツを作らせていただいたことがございまして、実質田中明子さんとコラボレーションするのは2回目となっております。今回はとっても素敵なコラボブーツに合わせてルックブックを、お見せしたいと思うんですが、今回のルックブックでは田中さんが今まで関わっているコラボレーションのお洋服、ファッションブランドさんのお洋服を使って、撮影してみました。田中さんのこだわりがたくさん詰まったお洋服と、フォアモスマルコとのコラボブーツとの相性もかなり抜群です。なので、よかったら必見なのでぜひぜひ見てみてください。ではでは、ルックブックスタート。まずは1ルック目。1ルック目は田中明子さんがプロデュースし、今年の6月23日にオープンしたアンリアンのお洋服と一緒にコーディネートを組んでいます。アンリアンは145センチから155センチの低身長の女性に向けたブランドでして、田中明子さんの身長が145センチということで、小柄さんにぴったり合うサイズのお洋服となっております。今回着用しているのがウォッシャブルラッフルブラウスという商品でして、前後に入った大きめのフリルデザインが特徴的で、バックスタイルもすごく印象的なブラウスです。小柄さんが着た時のバランスがすごくいいなと思います。今回お洋服を着用しているモデルのりさこちゃんは149センチで、袖の長さや丈感がかなりぴったりだと思います。袖周りはふんわりとしたシルエットでゆとりがあるデザインなので、年齢問わず幅広い方に着用いただけるかと思います。足元には今回アンリアンさんとコラボしたスクエアセンターシームブーツのマルチカラーを着用しています。合わせるだけで旬な足元が作れるショートブーツでして、特にこちらのマルチカラーには注目です。続きまして2ルック目。2ルック目は神戸レタスさんと田中明子さんがコラボレーションしたお洋服になります。バンドカラーブラウスワンピースの花柄ブラウンを着用しています。足元には今回アンリアンさんとコラボをしたスクエアセンターシームブーツのブラックを着用しています。シルエットにとにかくこだわったブーツでして、フルレングスのパンツからちらっと見えるトゥー先やヒール形状もとってもかっこいいですよね。ブラウンのワントーンコーデとベルトとブーツに選んだブラックの小物使いで、秋冬らしくこなれ感のあるコーディネートが完成しました。続きまして3ルック目です。こちらも神戸レタスさんと田中明子さんがコラボレーションしたお洋服で、ベストワンピースベージュカラーを着用しています。足元には田中明子さんと最初にコラボをさせていただいたシンプルミドルブーツチャコールスエードを着用しています。お洋服はワンピースとベストの2点セットとなっておりまして、着回し力の高いデザインとなっております。特に小柄さんはベストの丈が長すぎるというところがあると思うんですが、少し短めの丈感で低身長さんでもバランスよく着れるアイテムですね。ふわっとした袖のデザインもとっても可愛いです。4ルック目です。最後はフィフスさんで、田中明子さんがサイズ監修をしたアイテムとなっております。フラワー刺繍ティアードチュニックのブラックを着用しています。足元にはシンプルミドルブーツを合わせました。ふんわりシルエットにかっちりめのブラックブーツで、メリハリのあるコーデに仕上げています。お洋服はフロントや袖に施したフラワー柄の刺繍がポイントとなっております。全体的なバランスやボトムスと合わせた時の丈感などがちょうどよく、ふわっとしたアイテムですがすっきり合わせられると思います。今回アンリアンさんとコラボさせていただいたブーツはブラックとマルチの2カラー展開となっていて、お値段が2万2000円の税込み価格となっております。ブラックもマルチもどちらもすごくおすすめなのですが、特にマルチカラーはフォアモスマルコでも珍しいカラーリングでして、センター切り替えでブラックとダークブラウンのコンビになっています。発売は11月10日水曜日の21時からとなっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。